サセックス公爵は、イギリスの公爵位、連合王国貴族。ジョージ3世が1801年11月27日に、ムツオのオーガスタス・フレデリック王子に授けた爵位で、同時に、ジョージ3世は、オーガスタス・フレデリック王子を、インバネス・伯爵とアークローダン爵にも助している。オーガスタス・フレデリック王子の二度の結婚はいずれも、王室結婚令に反しているとされたため、 この借位は一代限りで断絶した。以後再度創設されたことはなかったが、イギリス王子に対して、サセックス公爵が授けられるのではないかという推測は何度か飛び交っていた。1999年にエリザベス2世の三男であるエドワード王子が結婚した際、授けられる借位は、ケンブリッジ公爵か、サセックス公爵になるのではないかと予想された。 2018年現在のサセックス公爵位保持者であるヘンリー王子と公爵夫人のメーガン2011年にウェールズ公チャールズ王子の長男ウィリアム王子がキャサリン・ケイト・ミドルトンと結婚した際にはサセックス公爵が授けられる可能性があると報道された。同じく2011年にデイリー・ミラーはエリザベス2世がウェールズ公の次男ヘンリー王子に将来 サセックス公爵を授けると約束したという記事を載せた。ヘンリーは2018年5月19日に、米国出身のメーガン・マークルと結婚したが、女王はこれに合わせて、ヘンリーをサセックス公爵に除した。ナンバー62358、ザロンドン・ガゼット、20・ジュライ2018、P12928、2019年7月25日、閲覧。 カーショウ、アリソン、プリンス、ハリー・ハズ・ビー・イン・メイド・ザ・サード・アール・オブ・ダンバートン、A タイトル・ザット・ハズ・ストロング・ミリタリー・コネクションズ、デイリー・ミラー。2018年5月19日閲覧。ナンバー15429。ザ・ロンドン・ガゼット。21ノーベンバー1801、P1403。2015年5月5日閲覧。2013年多い継承法の制定に伴い、 廃止。フォーシー、ゾーイ、ゼアーズオンリービンワン・ルーク・オブ・サセックス・ビフォー・プリンス、ハリー、バット・ヒズ・マリッチ・ウェントベリー・バットリー。デイリー・ミラー。2018年5月19日閲覧。パール、ディアナ、プリンス、ハリーメーガン・マークル・ジャスト・リシベド、ゼアニューロイヤル・タイトルズ・フロム・ザ・クイーン。ピープル。2018年5月19日閲覧。サンデー・ピープル、プリンス。 ハリー・プロミスト・ザ・タイトル・デューク・オブ・サセックスデイリー・ミラー2018年5月19日閲覧ヘンリー王子とマークルさん結婚サセックス公爵夫妻にロイター通信2018年5月19日閲覧ヘンリー王子とメーガンさん結婚後はサセックス公爵夫妻 AFB 通信2018年5月19日閲覧 ありがとうございます。